じゃあ、ひとしきくあいこイエステムふ沖縄へ、テラスイエステムふミスター石垣イディシャイイレンドパワーフィスパータケトビテラスイエステムユスナミエス。ちょっと船揺れましたね。今あの九州の方に台風が来てるので、その影響でこっちの方のちょっとしけててかなり揺れました。でも見てこの海の港ですが、ウアムナテフィスピエおこピエンチューラジあれダブノゲビアムフピスピエタケトミモジナズバチチビエレトラチニフブディンクマワイピンクなフィスパナトドブラスパツレミラゼムクッパミシレンデトエストクッパークルフカナーテイフィスペビエレクルフキーソンホテムガジン村が見えてきました。お兄さんトラディチンフプリンク、これはですね、沖縄の伝統的な石垣ですね。多分あのサンゴですね、死んだサンゴのこういう岩を持ってきて積み上げて、壁にしてる。でこれは台風対策としてね、昔取られている。でも最近はこういう沖縄の伝統的なお家はどんどん少なくなってますね。やっぱり今の新しい家と比べると台風にやっぱり弱い。なので今沖縄の家はほとんどもうコンクリートのね、四角い家、台風に強い、風に強い、雨に強い、そういう家がほとんどになってきちゃいましたね。ここが糸見島のメインストリートですね。この島は人口は大体300人ぐらい、島の周囲は約9キロ、本当に小さな島です。ここ売店あった、見てみよう。こんにちは。さっきの売店で、名物のアイスキャンディー買いました。すごいいろんな味があったんですけど、ドラゴンフルーツとかパインとか、私はマンゴーにしました。ピハ、シェマイエステム優秀なフィスペ石垣、さっき竹富島でちょっと最後にパフェですね食べてたら、いきなりスマホに津波注意報のアラートが来まして、ちょっと竹富島どこにも逃げる場所がないので、全部ああいう伝統的な平屋の建物で、高い建物もないので、これもしここで来たら本当にまずいことになるなと思って、まあ、とりあえず帰ろうと思って船に乗って、帰ってきました。まあ警報じゃなくて注意報だったので、船は予定通り出るっていうふうに港で聞いて、帰りました。まあ特に騒ぎもなくね、帰ってきて先ほど注意報は全部解除されました。
セレムテゴビアズイエスとヌルコバンへ。私は昔から海の中にいるのがすごく好きで、スクーバダイビングのライセンスも持ってるんですけど、今回はちょっとフリーダイビング、これをずっとやってみたくて、そのライセンスを取る目的で石垣島に来ました。でもちょっとこの旅の始めに、久しぶりに西表島に行ってスーバダイビングもしました。いやー、宮下川もいい、プラツ川もな、フィスピエ西表でここ6、ね、その時ペンションで働いてたんですけど、当時ね、よくペンションに泊まりに来てたリピーターのお客さんが、なんと今回ダイビングのお客さんとしてたまたま一緒に潜ることになったんです。すごい偶然じゃない。イーテラスウチェンシェンフリーダイビングプチョライミアムレクセオズポトレンチュニキエムイーベンデンミアワレクセオンなどもじゅうとツイッチの方でビュアーの皆さんにサポートしてもらって、このフリーダイビングのコースを受けるっていう夢が叶ったので、明日ね、それをね、ちょっと様子をお見せできればと思います。おはようございます。よろしくお願いします。ボードにぬるこばげとスポルト。うじぬるこえめふるちむよんつおってふ。ちまむしんりにいすほじめぽどぼりょん。いむどじえふすちましおってふ。ちむぐんびえいふいねし。わじなやすとコントローラーちしんげんやふうしゃふ。いむぐんびえいてむびえんくしえちしんげんやなびょんびんきふうしゃふ。どてごつせばおどぽびえんよんコントローローバーち。ゲーツチェフウシャフタクシェントレンニヤクシェンリラクセーシュとモゼシュグエンボクヌルコバシュとプラビエヤクメディタチアンスポボドネヌルコバネポズバラチシェンチェシュチビエンクネミビドカミポドボデオン。これでフリーダイビングのコースが終わりました。アイダのレベル1というライセンスですね、取ることができました。次はレベル2にトライしたいと思ってます。ちょっと紹介が遅れましたが、オナエストマリコさん、クトライエストインストラクトルコンフリーダイビング、今ヤポンスキエゴレコルト、日本記録持ってるんですよね。はい。何メートルですか？83メートル。83メートル、すごい。バイフィン、そう、距離ですごい。これを見てる日本人の方、ぜひマリコさんのインスタグラムアカウントチェックしてみてください。11月からフィリピン、はい、フィリピンで、フリーダイビングの先生をされるそうです。英語も対応？はい、大丈夫です。英語でも OK なので、もしフィリピンに行く予定のポーランドの方いらっしゃったら、ぜひチェックしてください。チェックしてね。オナムビジェポルスカイエストバルゾシルナフリーダイビングで、それでマリコさんにインスタグラムのね、ポーランドのフリーダイバーのアカウントをいくつか教えてもらって、それですぐにフォローしたんですね。で、その中の PJ フリーダイビングっていうアカウントをフォローしたら、すぐに、DM をもらいまして、なんとその PJ フリーダイビング、クラクフにあるフリーダイビングスクールなんですけど、そちらの先生が私たちのチャンネルのファンだった、ずっと見ていてくれる方だったっていうことが分かりまして、すごい、びっくり、偶然、すごいびっくりしました。こんなつながりが、マリコさんによろしくと伝えくださいとメッセージをいただきます。ジンクエバルズをやつエクイパーティーというわけで、もしこの、ね、動画を見てフリーダイビング私もやってみたいと思う人いたら、ポーランドのクラクフでも PJ フリーダイビングで
習えます。私が今日取ったアイダというね、団体のライセンスもそちらで取得することができるので、ぜひチェックしてください。バイバーイ。じゃあこの、動画見てくれて皆さんありがとうございます。ありがとうございます。チンクエバルゾー、なグロンダニャテガオトチンカ、ダザバルチェンヤ、パパー。Dziękujemy wszystkim patronom za wsparcie kanału. To dzięki Wam powstają nowe serie. Paczkę dla patronów z września otrzymuje Agata 1288. Raz w miesiącu wysyłamy paczkę z Japonii dla jednego z naszych patronów. Gratulujemy i dziękujemy za wsparcie.